キリスト教にワインは不可欠である毒配を手にするしと、ヨハネネポムクのヨハネブドウを持つセウルバヌスワインの守護聖人では、ワインの守護聖人とされる人物のうちの何名かを挙げる。キリスト教文化が強いヨーロッパでは、麦とブドウは重要な作物であり、その宗教的意義が大きい。そのせいもあって、ワインの守護聖人が極めて多く、おそらくは50名ほどには上ると言われる。 ブドウの栽培はかなり天候に左右されやすく、それが、ブドウ農家が守護聖人に豊作を祈願する一因とも言われている。ここで言うヨハネとは、この3名である。まず、先例者ヨハネは、生命祝日が6月24日であり、この時期のブドウの開花の具合がその年の出来につながる地域が多いため、守護聖人となっている。次に、使徒ヨハネは、 祝日は12月27日で特にブドウの開花や出来とは関連しないが、イエス・キリストの弟子として迫害を受けた際に毒入りのワインを渡され、何事もなく飲み干したことに由来する。三人目のネボムクのヨハネは、プラハの宮廷の長文主催だったが、王妃の告白をめぐって王と対立し、拷問の後に出来しさせられた。その時奇跡が起き、後に、 水流や橋を守る聖人となったが、さらには水を祝福してワインにするとまで考えられ、ワインの守護聖人として崇められるようになった。ボヘミア、ザルツブルク、バイエルン、ファルツでワインの守護聖人となっている。フランス東部、ドイツで守護聖人とされる。三世紀の教皇ウルバヌス一世と五世紀の死教であるラグレーのウルバヌスとが同じ名前で、共に ブドウ園種から崇拝されたということで、この両者が混合したと考えられる。ウルバノスは、迫害にあった時に、ブドウの木に影に隠れて、難を逃れ、死後にワインの死後を約束したとも、また、この時屋が当たって殉教し、そのため守護聖人になったとも言われる。祝日は5月25日だが、この日は、教会歴では認められていない。 ブドウが花をつける時期にその年の豊作を占う、農民のための祭りだからである。セウルバノスに噴した人物が馬に乗って、学体と共に差し出されるワインを飲みつつ、街中を練り歩くもので、ブドウ演習による宴会が行われたり、地域によってはワイン売りがセウルバノスの像を持ち歩いたり、司教感をつけて馬で行進したりしたとも言う。しかし放らつざな祭りのあり方に、 教会や領主が眉を潜めるようになって、たびたび禁止令が出され、現在では、かつてのような派手な祭りは行われていない。もともと、ローマ帝国の軍人であり、ガリアに、西方教会発の修道院を建てた聖マルティヌスは、ドウの栽培にも熱心であったと言われ、また、最も古いワインの守護聖人の一人でもある。得意な能力をいくつも持ち、 そのうちの一つが果汁を発酵させる力であると信じられていた。現在の聖マルティノスの日はヨーロッパではその年一番に仕込んだワインを開封する日でもある。ドイツのフランケン地方、ビュルツブルグでワインの守護聖人とされる聖キリアンもブドウの栽培を奨励した聖人である。7月の準教日の祝祭がワイン祭りとして行われ、ワインの女王や民族衣装を着た子供たち。 学隊などが街をパレードする。また、7月の第一土曜より17日間にわたり、ワイン祭りが開かれる。ポートワインを運ぶ船、オーストリア、スイスのチロル地方では、聖クリストホロスがワインの守護聖人となっている地域がある。幼いイエスキリストを背負ったことにより、荷物運搬や交通の聖人となっている聖クリストホロスにちなみ、ワインの運搬や、 輸送の加護を仰ぐためである。聖ニコラウス、聖ゲオルギウスや大天使ミカエル、聖ラウレンティウスもワインの守護聖人とされる。ワインの名品を作り続けてきた修道院も聖人に守護を求める。ライン川沿いで賛するヨハネスベルクは、先例者、ヨハネの名を冠する修道院により世に送り出されたものである。ABCD 上田茂雄。 死後聖者人になれなかった神々中高新書。1991年。169から180ページ。上田茂雄。ヨーロッパの祭りと伝承講談社学術文庫。1999年。174から180ページ。ワインズキナウルバンスブルーダー。上田茂雄。死後聖者人になれなかった神々中高新書。1991年。 64から66ページ。ホイリゲ、谷口幸夫、図説ヨーロッパの祭り川で処防新社1998年、99ページ。八北谷良子、キリスト教祭事記知っておきたい教会の文化平凡者、新書、2003年、176から177ページ。生産者リスト、ドミエヌシュロスヨハニスベルク。ありがとうございます。